皆さんこんにちは、じゅんです。はい、皆様にお知らせがあります。10月28日白鵬カントリークラブでプロを目指している女子選手によるトーナメントリンゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。リンゴルフでトーナメントをやります。それに伴い参加選手、スポンサー様、ボランティアスタッフの募集をいたしますので、詳しくは概要欄をご確認ください。今日は私がこの18ホールラウンドして、トーナメント会場のコースを体験していきたいと思います。4番ホール477ヤードのパー5です。まあ、多分ね、左ドッグで左に池があります。奥のバンカーまでが222ヤードなんで、まあ、バンカー方向を狙って打ちたいなと思うんですけど、右は多分入っちゃうから、あ、まあ、でも右に入んないかな。右のバンカーでも手前190ヤードくらいだから、私の場合は安パイで行くなら縦より右でもいいかなって感じかな。まあ、今日は私の心の中のいつも喋んないやつを喋っていきたいと思います。この先が微妙に上がってるんで嫌なんですけど、もっと左行ってくれ。入っちゃうかも、これは。お、止まった。まあ、狙い通りというか、声に出した通りにちょっとでもあれ左ね、狙いすぎて引っ掛けであのバンカーとか入っちゃうよりかは、まあ、右ギリギリ入んないって分かって振ったんで、意外と考えてるんですよ。うん、そうだね、あそこまで何ヤードだからここまでこうしてもミスしないなとか、私の中でミスっていうのはまあちょっとあれもラフだったら若干ミスにはなっちゃうけど、まあ池に入ったりとか OB とか、まあ、そこでバンカー入るのも結構大変なんで、入んないとかバンカーに入れないとかを考えていつも打ってます。まあセカンドサードまで考える方が多いですけど、見えなかったんで奥までは。まあ、左に打った方がね、距離は残らないんですけど、左に打っちゃうと池があるから、まあまあいいかなって感じですかね。はい、まあ、右の奥のバンカー方向に打って、ちょっと左行ってもいいかなぐらいなんですけど、苦手なまたつま先やじゃないですか。うん、よいしょ。狙い通りです。よかった。ちょっとね、いつもより短く持ってたら待っててました、つま先上がり。でも本当にあれですね、いろいろ考えてますね。はい、だってさ、もうまっすぐでさ、うん、ピンだからさ、僕だってさ、うん、あ、まっすぐかって、まっすぐ OK みたいな感じいっちゃうけどさ、あれピン狙うと多分左行っちゃって木が邪魔になって打てなくなっちゃうから、うーん、まあできれば右目からこうスーッて左で打てればいいかなっていう。ただ右にプッシュしちゃうと木が多分邪魔になるんで、結構まあ正確性は問われるそうセカンドかなって。なんかいろいろ考えちゃうとね、なんかねあれなんか、まあ、真っ直ぐっつって確かにね、私飛ばないからワンチャン左の方がいいかなって感じですね。ここは全然左の方がいいです。これがあれですね、邪魔になっちゃうの。できる人とできない人の差ですね。やっぱさ、せっかくいいショットしたのにさ、木の後ろで打てないとかさ、あれなんでこんなとこにこれあんのってなったら嫌じゃん。なんでその後のミスも減らせるように打ってる。一応失敗したくないから、メンタルこれは。上げてるよね。もうちょっと風読みたいと思います。
ぞ。そんなことないか。ちょっとね、8フィートって重すぎてゴルフ場悪いのよ。ないんだけど、58だと止まっちゃうから、ちょっと一回52で同じように打つと多分ちょうどいいぐらいかなと思うんで、52に変えます。それも参考になるんですね。そう。そっか。こっちだと。これ正しい見方よくなってる。多分スラです。いやん。可愛いんだけど転がり方が。え？やったか。そっか。さっきのそっか。これがね。こっちだからってこと？あ、そうだからこう刺さってんのかなと思ったら、フックじゃん。あ、でもこうか。あ、でもスラだった。なってた、うん、スラだった。実際グリーンもこうだから、うん、こうだったらスラだと思うけどね。斜面に対してこうなってる。まあでもいろいろ参考にするものは参考にするって感じ。そう。でもね、こっちから立つと全然フックに見えるんだけどね。まあ、こっちから見たら全然すら。ああ、確かに切り口がなんかこうでしょ、うん、こっちから見るとこう曲がりそうに見える。そう、そう、僕は逆からだったから。ああ、そう、確かにこっちからだと分かりづらい。そう、分かりづらい。よし、パーです。パーです。ダボ、ボギー、パーパー。はい、じゅんちゃん、はい、あれトーナメントって、はい、優勝賞金とかってどのくらい？はい、ね、参加人数にもよるんですけど、60名から80名ぐらいだったら優勝賞金は50万。おお、はい、でかい。ゼロが1個変わりましたね。はい、そうなんです。あれも作り直さないといかないです使い回そうとしてたのそうじゃないです。ゼロ1個つける50万円です。おお、はい。で、出た選手の半数以上はあと賞金を渡せるようにしたいと思っております。おお、いいですね。じゃあ60人だったら30人はそうですもらえる。はい、もらえるように。みんながね、こう上位に行かなくても最後まで頑張ってもらえるようにしたいなと思って、まあ、そういうふうに半数以上は賞金がもらえるようにっていうふうに設定しました、うん、どうなんだろうね。でも半数は結構珍しいんじゃないかな、うん、あ、そっかそっか。まあね、最後まで本当に頑張ってほしいし、まあ、いろんな選手を応援したいと思ってるので、まあ、そういう風にね、設定して試合やりたいなと思います。はい、当日って、はい、リンゴルフの撮影もやる、うん、そうですね。スタートホールのティーショットを、うんうん、まあ、全員撮ったりとか、あとは一組に密着して撮影はしたいと考えています。あ、なるほど、はい、全選手、まあ、スタートホールだけでもできるのいいよね。そこにちょっと紹介載せて、ね、あ、確かに確かに。そんな感じで撮影もしつつ、まあ、大会をやりたいなと思います。了解です。僕はね、当日ね、あれなんですよ、トーナメントの運営をやるの、はい、山ちゃんがね。そう、言いたい、ちょっと言いたい今回山ちゃんがあのトーナメントの運営をしてくれていて、いろいろね、考えてくれたのは実は山ちゃん。今私が考えたみたいに言うそう、トーナメントディレクター、はい、そうね、トーナメントディレクターやってます。 TD ジュンちゃん MC そう、だから当日ちょっと違うんだよ、役割がね。そうだね、そうだね、そう確かに。そう、まあだけどね、ちょっと各々が、うん、そう、頑張ってリンゴルフチームで頑張って大会を、そうですね、そう、盛り上げたいなっていう、はい、頑張りましょう、はい、はい、試合あるよってみんながね、拡散してくれれば、うん、たくさん選手も参加すると思うので、うん、視聴者の皆さんもぜひ拡散をお願いします。お願いします、はい。
5番ホール352ヤードです。パー4かな、パー4です。ここはもう右が池ですね。右池、右のバンカーまで150ぐらいで入ったので、やっぱり左に打っていきたいんですけど、左の奥が266あるんで、左方向に打っていけば私は大丈夫ですね。黄色い旗の右にあるちっちゃい木まで200ヤードあるんで、男性はあのバンカー上をガツンと行くかって感じかな。私は黄色い旗より左でもいいかなって感じで打っています。手が浮いてスライスが出ました。なるほどね。もうここはもう絶対右のバンカーここには入れちゃいけないかったんですけど、なんで入れたんでしょうか。もうダメ絶対ってやつ。ダメ絶対です。でピンがもうあっちなんですよ。もう完全右ドッグみたいな。なので、もう左に頑張って打っていかないと狙えません。いやここはちょっと難しいコースかも。ホール、ホール。頑張って左側に。ゆうちゃん、しゃべってちょっと言葉が出てでもさ、あそこに入んなかったからさ、ラッキーと思うしかないよね。次のバンカーに入れるところだったもう、危ない、もうびっくりですよ。もっとなんか、カンパンって打てるかなと思ったんだけど、あ、打てそうだね。早かった。このバンカーに入ってたらまたやばかった。オッケーオッケー。これを乗せて、ボギーに行きたい。100ヤード、ピッチングで打ちたいんですけど、かなぁ。どうしよう。ピンにしとこっかな。9番で行きたいと思います。左。はい、はい、はい。チェ先生の教えに。重い。ランスが重たい。ああ、ランスが。でもやっぱ打ち勝ったからまっすぐ行ったって感じですね。うん、やっぱり。結構抵抗が強かった。抵抗強いですね。ピッチングだったら負けて手前だったかもしれない。おお、スライスだと思います。ああ、これもめっちゃ打たないと。下ってたんだ。下りの上りだったの。あっちからこうだから。スライスだ。いや。ダボになってます。にゃダボです。ちょっと待って、マジラインが分かんなかった。8番なんだけどな、本当は7番でしょ。なんかちょっと打ち込めてないから多分飛ばない気がする。はい、もう打ち返して
通ってた。やばいかも、厳しいかも。あ、日差しですね。日差し。いいです。だいぶ涼しくなってきましたよ。でもね、ほんと暑いからゴルフしてなかったっていうのもあるかも、うん、全部断ってた。まあでも前日だとね、ちょっとこう疲れも残っちゃって、そう、大変だもん。で、アレンジマッチプレー対決で私はゴルフしないっていう作戦8月は